まくいくときといかないときとか、右手を開けてもらえますか。はい、右手を開けて、はい。それで、ちょっとこうお釈迦様みたいな、はい、それでこの相互にギューッと押してみてください。はい。その時に指がこう伸びましたよね、今ちょっと。はい、はい、はい。回さずに、この形を保って、ぐーっと押して。はい。次、親指と中指。薬指と親指。そうそう。いいですね。はい、次、小指。小指を親指の方へで、ぐーっと。で、拭いてみてください。よりやりやすくなった気がします。やりやすくなった、うん、小指がキーの方へっていう動きがなんか起きてなかったんです。あー、そういうことですか。この辺もね、関節があってね、小指って。はい。ここもね、ちょっとこうやって指で押さえておくと動くの感じるかもしれない、小指動かすと。あー、本当ですね。あ、拭いてみて。面白いな。これ対面レッスンだと逆に気づかないことですわ、この。右手が今すごく前に映ってるので。ああ、そういうことですね。薬指が動いていく、小指が動いていくっていう、キーの方に向かっていく動きが、音を出すより前から起きてくれれば間に合うってことですね。なるほど。わかりました。操作、作用させるっていうことのタイミングと、それによって音が並んでいくっていうタイミング。ずれてこそ合うっていうか。うん、うん、そういうことですね。ありがとうございます。はい、これ結構、ズームででも、ズームっていうか、このオンラインでも結構できるものですね。今日やってみて思ったんですね。そうですね。